どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデル、こちらを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングは、昨年の紅白歌合戦でグッときたシリーズ続いております。おばあちゃんのことを歌ったというあの曲いきます。はい、こちらです。ドン、福山雅治さんの道しるべ。これですね、もう本当に歌詞がもうおばあちゃんありがとう、なんかそんな感じだから、いろいろね、こうもう説明も不要ですね。この美しいメロディーとこの切ない、この旋律とこのリズムに乗せて感情たっぷりで歌っていきましょう皆さん。はい、いつものように2バージョンいきますよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているめちゃ簡単バージョン、ガズレレオリジナルバージョンでやってみようと思います。この曲はですね、ゆっくりやったら初心者の方もね、取り組めると思いますんでね、やっていきましょう。はい、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、この曲3連のリズムというビートがちょっと登場して特徴あるリズムなんですけど、だからこそのこのね、ほっこりした優しい切ない感じも、出せるということで、リズムの解説しっかりしていきますで、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、私ずっと音楽やってみたいなと思ってたんだけど、きっかけとかチャンスとかなかなか機会がなくてという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど難しくてという方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるっていうプログラムがあるんですよ。このガズレレプログラムもめちゃくちゃ簡単で分かりやすくて、しかもどんどん楽しくなって上達できるということで、もう全世界中の方がガズレで何十万人も音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをこの辺に貼り付けておきます。後でジャンプして行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見てウクレレ触ってるだけで本当にあっという間に弾けるようになりますからね、ぜひ始めてください。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあこのプログラムのリンクここですよ。皆さん行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌える弾き語りができるレッスン動画と課題曲、もうそろそろ1800曲ぐらいに到達すると思います。とにかくものすごいいっぱいやってます。皆さんの好きな曲もきっとというか必ずあると思います。好きな曲、やりたい曲、スペースガズレレというような感じで YouTube で検索してもらうと結構な確率で出てくると思いますので、ぜひどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあそれでは皆さんやっていきましょう。福山雅治さんの道しるべ、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみます。 1,2,3,4。
道しるべ。風に吹かれて走っています。あなたがくれたこの命の道を。さんの道しるべ、ガゼリネ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、もう心に染み渡る。もうね、結局おばあちゃんがいなかったら、まあ私たちこう生まれてないわけですから、存在しないわけです。まあそういうことを考えると本当にこうね、目頭が熱くなる。で、歌にこれ歌詞のメロディーとこれね混ざるのがまた最高です。はい、ゆっくりね、気分を乗せて味わっていただきたいんですけど、最初ね、初心者の方はもうそれどころじゃないと思うんですけど、いずれその感情にね、乗っけられるようにちょっとね、今から取り組んでいきましょう。そして今、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のパートをちょっとショートカットさせていただいてるんですけど、ひとまずは今のガズレレバージョンでちょっと練習していただいて、慣れてきたら、今度ね、実は2番のコード進行って1番のコード進行と全く一緒で歌詞が変わっているだけなんで、慣れてきた段階で、書き出して、1番のコード進行書いて2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作って練習開始するのも全然いいと思いますよ。それもやってみてください。まずはね、シンプル簡単バージョンの動画に合わせて練習してください。動画の中にコードと歌詞が出てますから、一回練習してもらって、それでね、一個目のゴール設定としては、シンプル簡単バージョンのガズと一緒に一緒にセッションできるようになったらもう一個目のゴール達成だと思いますよ。それでもね、結構なかなか慣れは必要だと思うんですけど、とにかくそうなったらおめでとうございます。それで一緒にできるようになった方はどんどん次のステップに行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度は皆さんガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってウクレレを弾いてリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと暗記するっていうのはなかなかですから、最初のうちは楽譜的なものを見て、その楽譜とこう対話しながらだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは大空の下でおばあちゃんを思いながらこう歌う、こういうのが素晴らしいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんですかってことになると思うんですけど、安心してください。です、ね、今やった道しるべですね。はい、見てください。こんな感じでガズの手書きのね、ノートを見ながら今演奏していったんですよ。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよということをシェアしようと思うんですけど、今、とってもいいサービス始まってます。こちらです。ガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた道しるべを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なノート楽譜のストックがあるんですよ。データであります。これをですね、皆さん、毎月5曲、私この曲やってみたいな、これ憧れの曲できるかなみたいな感じで選んでいただいて、毎月5曲お手元にデータとしてダウンロードしていただいて、 YouTube とこれ完全連動してますからね、すぐに練習開始できるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これ
これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、いろ、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。道しるべ、福山雅治さんです。ちょっとここ見てもらいたいんですけど、今日1って書いてあるってことは、2枚にまたいでますよ、ということなんですけど、はい、ひとまず見ていきましょう。この、見て、くるっと囲ってる、下に囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんですけど、これワンブロック4回行くよ、ということです。F、G、7、CC みたいな感じ。これゆっくりなんで、初心者の方もこれでできるかもしれません。もしできそうだったらこれ挑戦してみてください。今のはシンプル簡単バージョン、上の段を弾いていきました、ということです。こんな感じでね、どんどんコード進行とかいろいろ変わってるところがあります。はい。そしてですね、これメモっていただくのもいいんですけど、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このノート楽譜のデータをダウンロードして、ご利用いただくのめちゃくちゃいいですよ。このガズのノートの特徴、この上に書いてある点です。私は、で感じで、この点でね、リズム測ってる。あと、この、伸ばす棒とかって歌詞カード見ると書いてないんで、ね、この言葉のタイミングも参考になると思います。ひとまず、はい、こんな感じです。はい、一時停止で書いていってください。はい、ここもちょっとコード変わったりとか、ここね、ちょっとご注目なんですけど、ここ2拍なんですよ。ここ注目ですね。2拍っていうところが、テロップ内でも出てきますから、ここはちょっとリズムとデモ演奏を確認して、楽譜と合わせながらちょっと見てみてください。はい、2拍のところ、要注意ですよ。まずは A メロ、B メロ。はい、で、ここ、サビね。ここのね、メロディーラインがね、一回聞くとこれも忘れないんですよね。はい。ここら辺も下にいろいろ書いてありますけど、これかっこいいバージョンでしっかり解説していきますね。ひとまずこういう感じです。はい。で、本来ですと、サビの1が終わった後、はい。ここから2番が始まって、これね、2番のサビなんですよね。で、俺なんですけど、要はここの間に本来は2番、もしフルコーラスやりたい方はちょっとね、練習して、後で自分なりでこう書き出してやってみるのをおすすめしますけど、ひとまずガゼレルバージョンでは2番をショートカットバージョンさせていただいて、2番のサビからここに戻ってきてます。はい。ここら辺がね、また、ぐっとくるんですよ。はい。これやっていただいて、で、ここ最後ちょっと繰り返すみたいな感じで、はい。で、ここ間奏というか前奏のメロディーで、こう間奏が入ります。はい。したらですね、一番最後のエンディングとして、また A メロに戻るんですけどね、ここがまた切なさというか、キュンとくるポイントでございます。最後のラストのところは A メロと一緒なんですけどね、はい。歌詞がちょっと変わって素敵な、ラストになっております。ということでございます。はい。で、ここさっきからフレーズ1って書いてあるんですけど、これ、そこかしこにこのフレーズ1っていうの出てくるんですね。はい。ここにも出てくるフレーズ1。これもね、かっこいいバージョンではフレーズ弾いていくんで、後で解説していきます。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。今日コードはちょっと多いんですけどね。赤く囲ってるところはかっこいいバージョンで出てくるコード。今やったシンプル簡単バージョンはこの8個のコード言っていきます。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。はい。今この映ってる8個のコードはガズレレではもう安心の入門コードのグルーブですよ。8個もあると思ったけど、慌てないでも大丈夫。これです。ドン。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード。10個のグループです。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも全部簡単。だけど、いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃわかりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにちょっとその動画のリンク貼っとくんで、10個コードまず覚えちゃってください。今日はそのうちの8個が出てくるよということで、このね、まあ、入門コードのグループなんでね、最初に覚えちゃってくださいね、10個のコード。はい。そんなことで確認していただいて、かっこいいバージョンの解説に入っていく、その前に、いつものことですけど、このタイミングでお伝えしたいのは、歌の確認をしっかりしていきましょう。この歌もですね、こうゆったりしてる曲なんですけど、言葉は結構詰まってるんですね。特にサビで、愛に出会い、愛を信じ、愛に破れて、こういうなんか長いスパンなんで、一回も息継ぎせずに歌に思いっきり息を吸って、腹式呼吸でだんだん出すというカットとか、メロディーで、愛に破れて、とこの辺結構ね、歌ってみると、難しいですよ。聞くとね、すごく滑らかで気持ちがいいリズムですけど、いざ自分が歌ってみると、音階すごくね、この曲素敵なんですけれども、やっぱりしっかりやっぱね、やっぱメロディーを要は自分で理解してないとってことがありますから、メロディーしっかり理解して歌の練習をしてからかっこいいバージョンに入るのをおすすめします。それじゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンではコード3つほど追加です。1個目のコードは G7 サスポ、これ簡単です。 G7 入門コードのうちの1個 G7 押さえてて、小指見て、ここ1弦の3フレットを足したら G7 サスポ、離したら G7、 こうやって行ったり来たりして、
使います。はい。次はですね、これ F マイナーいきます。これ F マイナーは初心者さん結構突っかかっちゃうコード代表ですけど、見ていきましょう。まず押さえましょう。こことこの3箇所。こんな風に押さえるのが教科書通りですが、ガズはですね、ここの上の部分、こうやって親指で押さえちゃいます。これね、どっちでもいいです。その人の弾くスタイルによってね、変わるんですよね。はい。なんで、人差し指で弾きたいなという人は、こう手首を前に出す感じのイメージ。親指の人は逆に手首を上に持ってくる。上からこう押さえちゃう感じのイメージですね。はい。これどっちにしてもね、あんまり押さえやすいコードじゃないんで、自分に合う方でいいと思います。F マイナーです。はい。じゃあ次のコードこちら。A シャープ。これはね、ちょっと厄介なコードでございます。A シャープというのは、こことここの4箇所。で、こんな風にギュッと押さえてちょいちょいと立てるのが初心者さんは優しいかなと思うんですけれども、あとはちょっと慣れてる方だと、正波といってこういう風に人差し指ちょっとこう全部押さえちゃってちょいちょいと立てる。で、この時に正波っていうのはこの1本指で全部押さえるんですけど、ここにこのぐらいスペースがあって、ここまっすぐになってないとダメですからね。親指でギュッとこう一緒に挟み込んだ上に、ちょっとテコの原理も使って引っ張り込むみたいなイメージ。で、ちょいちょいとこれ足して、体の位置も結構ね、応用を聞かせられると思うんで、いろんな角度とか位置調整して A シャープやってみてください。この3つを使ってね、かっこいいバージョンをさらにこう盛り上げていきたいと思います。でね、ここからリズムの解説になるんですけど、なんと皆さん、この曲、さっきのシンプル簡単バージョンでは分からなかったんですけど、三連のリズムなんです。三連のリズム。これがキーポイントでね、これかっこいいバージョンはいいですよ。今日出てくるリズムはこちら、ドン。三連のアルペジオと三連のストローク。この二つの弾き方でいってみようと思います。今映ってるこのね、三連のアルペジオの方の弾き方は、レッスン動画、公開されてます。ちょっとここにリンク貼っておくんですけど、このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの一枚で、その中から三連のアルペジオという、濃厚解説レッスン動画があるんで、めちゃくちゃじっくり見てもらいたいんですけど、3連のストロークはちょっと後で、まあ、紹介するとして、その3連のアルペジオをちょっと今ここでやってみると、ちょっと C を押さえてやってみます。そうするとこんな感じです。せーの、1、2、3、4、こんな風にリズムを取りますね。で、歌っていくと、最初の歌い出しからやってみると、せーの、私はその手が好きです、こんな感じになります。だん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 、1、2、3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 、1、そういうことで3連ということになっております。いいでしょ。このね、このリズムが登場するとちょっと柔らかくて、ちょっとヴィンテージ感があって渋いというか、なんかね、かっこいいでしょ。このリズムなんとかものにしてください。このリズムはね、聞いた印象よりは結構簡単にできるとは思うんですけど、一緒に歌いながらリズムキープするとなるとまたちょっと別の話なんで、まあ、じっくり取り組んでいってみてください。そして3連のストロークっていうことなんですけど、こんな感じです。じゃんじゃかじゃん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 、こんなイメージなんですけど、じゃんじゃかじゃんって、この細かいのが、まあ毎回入んなくてもいいから、ニュアンスでこういうゆったりしたイメージを持つといいんですけど、手首は柔らかく使わないと、ちょっとね、肘で弾いてるとこれは忙しいですよ。これはダメですから、柔らかく。はい、この2つの弾き方でやっていこうと思います。前半1番までは全部、3連のアルペジオで、2番のサビの、ちょっと盛り上がるサビは、3連のストロークで、また最後のラストの、A メロに戻るところも3連のアルペジオという、こういう展開になるというふうに思います。これがですね、もういいの。このね、リズムがまた渋いんです。で、さっきもちょっと出てきたけど、ワンブロックコード4つっていうのが結構多くなるんで、その辺はちょっと動画で確認しておいてください。で、今日ね、ちょっとね、欠かせないフレーズ1っていうのがいっぱい出てきます。さっきのね、楽譜シェアした時にフレーズ1ってあったと思うんですけど、今日それをちょっと解説します。じゃあちょっとね、このタブ譜みたいなものを見てもらいたいんですけど、これタブ譜みたいなものなんですけど、これの読み方、概要欄に、読み方のリンク貼っておくんで、ちょっと見てもらえますか。まず最初ちょっとこれね、ニュアンス、どんな感じかやってみますね。せーの、でんだだだだ、これだけです。こういうメロディーを弾きたいんですね。はい。で、これでちょっとタブを見てもらいたいんですけど、 C を弾いて、最初300の C を弾いて、その次2弦の1フレットをもう一回 C に戻って、今度は3弦の2フレットをまたもう一回 C に戻る。これだけです。僕のこの左手を見てもらった方がいいかも。こういうことですね。C で伸ばして、はい。はい。簡単でしょ？はい。これを
アルペジオでやるわけですよ。こんな感じですね。このテーテーのところはガスペジオみたいな右手を見てください。こんな感じがいいかな。テッテッテッテ、こんな感じでできたら最高ですけど、アルペジオの中でこのフレーズを入れるんで、ここがちょっと難しいかも。はい、このフレーズ、ちょっと分析してやってみてください。押さえる位置としては、ダーン、ダ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 ーンですね。C 押さえといて、1、0、2、C です。はい。このフレーズ結構出てくるんで、印象的なんですよ、これが。はい。かっこいいんで、取り入れていきましょう。そしてあとはね、さっき2拍って書いてあったところに、コードが2つ出てきたりとかして、そこが A シャープだったりなんかするんで、そこがちょっとね、慌てちゃうかもしれません。ちょっとやってみると、そこのところ、サビのですね、一番最後のところね、あなたの笑顔、それは道しるべ。ここやってみましょうか、一番のサビの後。せーの。あなたの笑顔、それは道しるべ。ここ結構波状攻撃だよね。 A シャープ G7 で2拍でやっといて、その後にあのフレーズ1が入ります。もう一回。あなたの笑顔、それは道しるべ。はい、これ流れるように弾くの結構ね、あのトレーニングが必要かもしれないんですけど、まあ、じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。そして一番最後のラストのまた A メロに戻るところなんですけど、あそこはですね、またちょっとボリューム下げた優しい感じで終わるのがかっこいいかなというような感じ。弾く力の強さ、音量調整もこれ弾くところで調整するみたいな感じで、演奏の中でもストーリー展開をさせていくのがいいかなというふうに思います。はい、そしていつも言ってることなんですけど、やっぱりこれ歌詞の内容をじっくりこう、イメージしてね、読み込んで、やっぱりね、もうこのメッセージはもう人間であればね、誰でもね、こういう感情って出てくる、本当大切なところだな。やっぱ音楽って感情表現ですから、やっぱこうできたとかできない、こういうね、テクニック的なこともあるけど、そういうのを二つガチッと合わさるから、素晴らしい、なんか気持ちいいというかね、音楽って素晴らしいっていう風になると思いますね。はい、両方ね、こう、グッと合わせてやっていきましょう。さあ、行きましょう。福山雅治さんの道しるべガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 私はその手が好きです。ただ毎日隠れたこの
よく見ている私たちを育て旅立っていたあなたのその手が好きです。せーの、福山雅治さんの道しるべガズレレ流かっこいい場所やってみました。これはですね、もうゆっくりやりましょう。ゆっくり、焦ってはダメだ。この歌を、マスターするのに、せかせかしてはいけません。やっぱりおおらかな気持ちでね、ゆったりと歌、心込めて歌、これがいいと思いますよ。はい、練習開始。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってくる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードつけてインストールをお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、ガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これをですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、このガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。